おはよう。ごめんごめん、起こしちゃったわね。まだ寝ててもいいわよ。私も作業に集中したいし、あんたの相手してる余裕がないから。ん？あんた誰って顔してるわね。こっちはあんたのことをよく知ってるのに、初対面みたいな反応されるとやっぱりちょっとへこんじゃうわ。私はまあアメストでも名乗っておくわ。最近はもっぱらそう呼ばれてるから。無理に覚えなくてもいいわよ。どうせすぐに忘れるだろうし。うん、これも夢みたいなもんだから。私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ、自己修復が終わるまでは動けない。現実に関われないのよね。だから私の代理としてあんたにはガイド役を派遣しといたから。あんたの人生、つまり現実における水先案内人ね。詳しい話はそっちに聞いて。ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。もっといっぱいおしゃべりがしたかったけど、現実は残酷よね。でもいつまでも夢は見てられないから。じゃ、またね。あんたの人生が、現実が幸福なものであるように祈ってるわ。はじめちょろちょろ、なんかパッパ、赤っ子泣いてもふった通るな。おや、お目覚めになられたのですね、主様。私は偉大なるアメス様によって派遣されたガイド役、名前はコッコロと申します。どうぞ以後お見知りおきよ。主様をお守りし、おはようからお休みまで、ゆりかごから棺桶まで、精神せなんなりとご用命を、主様。おや、きょとんとされておりますね。ぶしつけではございますが、あなた様のお名前をお聞かせ願えますか。うむ、よかった、私のお仕えする主様で間違いないようです。よもや人違いなのではなどと疑って申し訳ありません。ご不快でしたら何なりと罰をお与えください。無知で打たれようが何をされようが私は一向に構いません。アメス様からの託宣によると、主様はほとんどの記憶を失っているようなので、わけがわからない状態でしょうけど、私がお導きしますのでどうかご安心を。
お腹すいた。はい、心得ております。お昼時ですしね。主様がお目覚めになられたら召し上がっていただこうと、私ご飯を炊いておりましたから。わーい、ご飯ありがとうございます。ありがとうございます。お腹が空いて死んじゃいそうだったんです。ごちそうになります。いただきます。どちら様でしょう。知らずの私に美味しいご飯を恵んでくれるなんて、いい人たちですね。一生恩に来ます。ありがとうございます。いや、恵んだというか、気づけば食べられていたというか。ああ、主様のために用意したご飯が一瞬で消え失せましたよ。なんなんですか、あなたは。私は、それよりも、あの子、あなたたちのお知り合いですか？あの子、とおっしゃいますと。助けて！魔物が、大量の魔物が追いかけてくる！おや、なんだか、えらいことになってますね。どなたか存じ上げない方が魔物の大群に追われています。どうしましょう、主様。魔物の群れはこっちに向かってますし、無視もできません。ちゃちゃっと片付けてきますので、二人は避難してください。今助けますよ、そこの人。助けてくれるの？さすがに魔物が多すぎます。私たちも助勢しましょう。ついでに主様に戦い方をご説明できそうですし。バトルでは私たちがキャラとして戦います。基本的に各バトルは自動的に進行いたしますので、敵への攻撃やスキルの発動はお任せくださいませ。まだ戦うのかな。攻撃をしたり受けたりしているうちに、青いゲージで示されている TP が溜まります。 TP が溜まると強力なユニオンバーストを使います。 OKと合図いたしますので、ご指示をお願いいたします。全力全開、こま切れですよ。プリンセスストライク、いやすごい、ね、れ来ないで。ありがとうございました。おかげで助かりました。危うく食べられちゃうところでした。いえいえ、ご無事で何よりでございました。あなた、どうして魔物の大群に追われていたのですか？その子っていうより私を狙ってたんだと思いますよ。その子はたまたま通りがかって巻き込んじゃった感じですかね。ごめんなさい、ご迷惑をおかけしました。あなたを、どういうことでしょう。あ、私も名乗ってなかったよね。私、ユイって言います。本当に助けてくれてありがとう。あ、はい、私は
コッコロと申します。こちらは主様です。私たちどこかで会ったことがないかな。おーい、みんなこっちに来てください。あ、私回復魔法は得意です。倒れてる人って、どうしたんだろうこの人。私と同じように通りすがりで巻き込まれちゃったとか。見たところ外傷はないけど、なぜか気絶してる。治療とかお任せしますね。まだ魔物がうようよいるので、私蹴散らしちゃいます。みんなはその気絶してる人を運びつつ避難してください。避難しようにもこうも魔物だらけでは身動きが取れませんよ。お腹ペコペコのペコリーヌ様と仮にお呼びしますね。乗りかかった船です。共に窮地を脱しましょう。ペコリーヌって私ですか？かわいいあだ名をつけられちゃいました。やばいですね。この程度の数なら私だけで軽く殲滅できるのに。うん、助けられっぱなしじゃ申し訳ないもん。私も戦います。私たちも参戦しましょうか、主様。すみません、なんだかドタバタとした出会いになってしまいましたけど、どうかこれからよろしくお願いしますね。ここから始めましょう、私たちの物語を。ようこそ、主様。こちらが主様の冒険の舞台となる世界です。いきなりのことで戸惑われているかとは存じますが、主様の記憶を取り戻すため早速初めての冒険に出発いたしましょうか。